月日日金曜日晴れ東から弱い風がそよそよ吹いているもう東京へ帰りたくなった九十九里も少し飽きてきた朝ごはんを食べてそれからすぐに2人で砂浜へ出てゴルフを始めたが最初の時ほど面白くなかった今日が乗らないゴルフの最中に 別荘の隣に住んでいる幾田茂雄という18になる中学生が、こんにちは、と言ってやってきて、こちらがこんにちは、と挨拶を返したらすぐに、この台数の問題を解いてください、と言ってノートブックを僕の鼻先に突きつけた。随分湿気だと思った。この人とは小さい自分よく一緒に遊んだものだが、それにしても、久しぶりで会って挨拶の済むか済まぬかのうちに、この問題を解いてください。 はずいぶん失敬なことだとだ思う何か僕たちに敵意でも抱いているのではないかとさえ疑われた皮膚も見違えるほど黒くなってもうすっかり浜の青年になっているできそうもないなぁと僕はノートブックの問題をろくに見もせずに言ったらだってあんたは大学へ入ったんでしょと詰め寄るまるで見学長だ僕はとても嫌な気がした どこからお聞きになったのですかと兄さんは穏やかに尋ねた。昨日電報が来たそうじゃないですかと茂雄さんは意気込んで言う。川越のおばさんから聞きましたよ。ああ、そうですか。兄さんは頷いて、やっと入ったのです。進むはろくに受験勉強もしていなかったようですから、あなたにも解けないような難しい問題は、やはり解けないでしょうよ。と微笑んで言ったら、 茂雄さんはみるみる満面に気色をたたえて、そうでしょうか。僕はまた4年から大学へ入るほどの秀才なら、こんな問題くらいわけなく解けるだろうと思ってお願いに来たんですけど、本当に失礼しました。この因数分解の問題はなかなか難しいんですよ。僕も来年高等師範へ受けてみようと思っているんです。僕は秀才でないから5年から受けます。はははは。 ととても空気の浅ましい笑い方をして帰っていった。バカなやつだ。環境がこの人をこんなにねじけさせてしまったのかもしれないが、でもこんなバカがいるために世の中がどんなに無意味に暗くなることか。いちいち僕に張り合ってケチをつけなくたっていいじゃないか。R 大学へ入ったからって僕にはこれっぽっちもおごった気持ちはないんだし、人を軽蔑するなんて思いも及ばぬことなのだ。 兄さんも茂雄さんの意気揚々たる後ろ姿を見送って、あんな人もいるからなぁ、とつぶやいてため息をついた。僕たちはすっかりしょげてしまって、なんだかこんなところでのんきに遊んでいるのはひどく悪いことのような気もしてきて、狐には穴あり、鳥にはねぐらか、と僕が言ったら兄さんは、見よ、花婿を取られる引き足らん、と言って笑った。 こんな会話も、しげおさんたちが聞いたら、さぞ鼻持ちならない、ざったらしいもののような気がするのだろう。そんなら僕たちはどうすればいいのだ。僕たちはちっとも思い上がってなんかいないのだ。いつでもとても遠慮しているのに。ああ、東京へ帰りたい。田舎はとても難しい。ゴルフを続ける気力もなく、 僕たちは悲しい冗談を言い合いながら家へ帰ったお昼にはまた一つ失敗したこれは大きな失敗だったしかもそれは1から10まで僕一人が悪かったのだからたまにお昼ご飯を済ましてから僕は兄さんをお庭に引っ張り出して写真を撮ってあげていたら垣根の外で石塚のおじいさんの孫が二人 こそこそ話し合っているのが聞こえた。おらも三つの時、写真撮ってもらっただ。男の子が得意そうに言う。三つの時、妹の声である。そうだだ。おらは帽子かぶって撮っただ。なけんどオラは覚えてねえだ。兄さんも僕も吹き出した。遊びにいらっしゃい。と兄さんは大きい声で言った。写真を撮ってあげますよ。 石塚のおじいさんは昔この別荘の留守番をしてくれていた人で今もやはりこの辺に住んでいるのであるお孫さんは上の男の子が10くらい下の女の子が7つくらいやがて二人は顔を真っ赤にしてちょこちょこと庭へ入ってきてすぐに立ち止まり2人ともいよいよ顔を燃えるように赤くしてはにかみ一歩も前に。 そのもじもじしている様はとても上品で感じがよかった。こっちへいらっしゃい。と兄さんが手招きして、それから、ああ、僕は実にまずいことを言ってしまった。お菓子をあげるぜ。女の子はふっと顔をあげて、それからくるりと背を向けパタパタと逃げた。男の子は女の子ほど敏感でないらしく、ちょっとまごついていたが、これもすぐ女の子の後を追って逃げてしまった。 出し抜けにお菓子をあげるなんて言ったら子供だって侮辱を感じるよ。そんな気で来たんじゃないというプライドがあるんだよ。兄さんは残念そうな顔をして言った。バカだな。これだから茂雄さんにも反感を持たれるんだよ。一言の弁解もできなかった。やはり僕にはどこかに思い上がった気持ちがあるのだろう。くだらないおっちょこちょいだよ、僕は。 どうも田舎は行けないつまずいてばかりいる暗い気持ちであるよっぽど石塚のおじいさんのところへ行ってあの小さい兄弟にお詫びをしてこようと思ったけれどやはり行けなかった大げさのような気がして恥ずかしくどうしても行けない明日は東京へ帰ろうと思う兄さんに相談したら兄さんもそろそろ帰りたいと思っていたところだ と言ってて賛成してくれた。夕方風呂から上がって鏡を見たら鼻先が真っ赤に日焼けして漫画のようであったまぶたが二重になったり三重になったり一重になったりパチクリするびごとに変わる目が落ちくぼんだのかもしれない運動しすぎて帰って痩せたのだひどく損をしたような気がした早く東京へ帰りたい僕はやっぱり都会の子だ